はい、では、本日も始まりました第3回ですね、サメジーチャンネルということで、いやウズチャンネルですよ。サメジーチャンネルですね。あの鹿児島ウズチャンネルの、第3回目となります。今回のタイトルはですね、レブナイズも開幕したということで、開幕4試合見て、サメ島今シーズンのレブナイズはどうかというようなところをですね、お話をお伺いできたらなと思っています。よろしくお願いいたします。こちらこそ。やっとバスケが語れるっていう。はい。よかったです。どうでしょう、今シーズンは。いや、強いですよね。その前にオーナーが言ってらっしゃったエンタメ性があって、お客さん引きつけて、なおかつ昇格目指せるような強いチームと。逆質問ですけど、4試合見られてどんな感じで捉えたんですか、その点についての評価は。エンタメ性ですね、やっぱり、当初、ね、外国籍のもう1名がちょっとだから、なんだろうな、シーズン共に迎えることができなくなってしまったので、インサイド高さの部分等がですね、まだまだ十分じゃないところが、あるので、そこの部分は物足りなさがある部分ではあるんですけれども、いいチームに仕上がっていくかと思っております。レフナイズ、なんだろう、スターなのか、ファンなのか、経験者なのか分かんないですけど、おっしゃる通りで、喋っていきますね、はい、2つの側面からまず考えてほしいんですよ、今おっしゃった通りで、良くなるだろうという、実感してるんです、なぜか、自分も彼のヘッドコーチってつい言っちゃうんで、のお呼びになってるかもしれませんけど、彼のやってることっていうのは、実に腑に落ちる、目標があって、それを微修正しながらそこに近づけていく。その時決して自分の肩を押し付けるんではなし、確かに持ってるんですよ、軸を。スペーシングから今風のいろんなただボールをシェアしてチーム全員で戦うスタイル、スペーシングっていうのはバスケットの間合いですね、ただし選手の個性をよく見極めていると。オーナーのところで名言だったのは、インサイドが手薄ですね、今のところは。シェファーが戻った、国体でもう成長してもらったつもりでいます、1試合目はなかなかアイテムとしてフィット、あるいは使いこなせなかった、2試合目見事に仕事したじゃないですか、シェアが今いる B リーグのじゃあトップのビッグマンと比べて力があるから、これから伸びる選手なんで、まだまだだと思います、もうその彼の持ってる力を引き出して十二分にアイテムとして活用して、彼がそれに応えましたよね、これが2試合目のこれを起用したこと、起用する時の分かりやすさ等に対して、でその称賛、成長期を見越しての、これが実に見事だった、だからカレロさんはこれからいろんな修正を加えながらオーナーの望まれる終着点に向けて作っていくと思うんですよ、でこれが今季のレブナイズは、後で B3 全体見るときであるキーワードを言いたいんですけども、非常に楽しみです、2つ目やっぱり AJ、かっこつけて言っていいですか、あ、どうぞ、はい、オーナーも含めて君はまだ AJ の凄さを知らない、君はまだ AJ の凄さを知らない、まずフィニッシャーとしての得点力ですね、これは誰もが認めるところで、自分はフェーズ1、フェーズ2、フェーズ3、フェーズ4というふうにシュート角度順で分けて考えます、1から2、つまり6秒、8秒ぐらいに彼がドリブルプッシュして突っ切ってきますね、あれは何人たりとも止められない、おそらくブロックシュートができる手だれのビッグマンがいたら別ですけど、あのリズムで来ると彼は何とかしてシュートまで持ち込みますね、このフィニッシャーとしての強さ、ターンオーバーシュート、ポストお分かりになりますよね、くるっと回って幅を取って打つ、あのサイズであれが打てるっていうのは跳躍力とかちょっとした間合いとかかなりのものですね、フィニッシャーとしての AJ は誰でも分かるんですよ、2番目です、ポイントガードについては後また言及したいんですが、時として彼は攻撃の起点になりますね、スチールっていうディフェンスでプシャーッとボール飛び越ってボールを奪ってしまう、あれと同じような目が効くんですね、だから矢のようなパスを味方に投げますね、攻撃の起点としての AJ も素晴らしい、3つ目、マイケル・クレイブ、湘南戦じゃなかった、ユナイテッド、東京ユナイテッド、32番、なかなかですよね、一気にディフェンスしてました、AJ でなければ、彼、途中で2試合目なんかは、すみません、
彼が悪く言うわけじゃ、いい選手なんですよ、うん、若干その AJ のエプリッシュかつクレバーなディフェンスに、うん、心が若干折れたような気がしました、うんうん、決して彼の非難と取らないでください、うん、あのディフェンスができる、しかもフィニッシャーとしてのスターですよね、うん、ああいう選手はいない、まれにしかいない。そうですね、今ちょっとその話確かに本当そうなんだなっていうことを聞いてと思ったんですけど、僕は試合終わった後にヘッドコーチとお話しする機会があって、まあ、最後のやっぱり5分間ぐらい東京の2試合目やられちゃったじゃないですか、はい、あれやっぱ AJ もなんだろうな、ちょっと足ももつれたりとかでちょっときつそうな部分もあったんで、まあ、なんで AJ をあのままあの時間帯、まあ、プレーさせたのかっていうのを聞いたんですけど、まあやっぱり藤田選手が5ファールで退場になってしまって、まあ32番をディフェンスをやっぱ AJ にしてもらいたかったと。だからまあ、やっぱどうしても僕のような素人だと AJ のオフェンス力だけに目がいってしまうんですけれども、やっぱディフェンスのところでやっぱ32番を止めるっていうことをやっぱ求めてたんだっていうことを言ってましたね。私あまりツイッターとかこう打ち返す技術がないんですけど、鹿児島のある深井ブースターさんが大丈夫だったのか、あの最後のゲームどうしても忘れたんだっておっしゃった時にこういうふうに言ったんですよ、うん、バスケットというのはこんなもんで必ず波が来ます、うん、でそれを彼のヘッドコーチのベンチワークはきちんと冷静に処理しました、うん、ここがバスケットの怖さであり面白さなんですね、うん、人の名前を出すことはしませんが、ああいう時にすぐ感情的になってあたふたする、うん、悪く忘れるコーチがいかに多いことか、うんうん、彼のされてるのはちゃんと対極感を持っているコーチだなと思った、うん、そして AJ の前に藤田の名前出ましたよね、彼に今のシュートを打たせようとしてると思うんです、うん、ただ彼の本領はですね、ああいう人の見えないところ、これすいません私のと言ったらおかしいですけど、考え方の時にいた選手なんで、うん、かつて松崎とか、うん、ポイントガードの鮫島とか、うん、スタッツに出ないところの素晴らしさがあるんですよ藤田には、うんうん、でそれがいないから AJ しかなかったっていうのを表現がまず彼はすごいですね、うん、で AJ はですねスタートの意味でもリーダーシップを取ってると思うんです、うんうん、表に出ることなく、うん、彼がここに来た時の最初の出会いの周りの選手が良かったと思ってます、うん、本当に彼の笑顔とあの魅力は、うん、おそらくリーダーシップですね、最後足がもつれたのはハードワークをした証拠、うんうん、彼があそこにいなければやっぱりチームは締まらない、うんうん、だって存在感がある、うん、これで4つ目の君は AJ をまだ知らないというあの凄さはもっともっと出ますね、うん、渡辺さんの先に隠れたその人間性とか、うん、真摯な、うん、真面目なプレーの態度を見ていただきたいと思います、うんうん、これがまず彼のさんと AJ の4つで、あ、じゃあちょっとそこでもう一個質問なんですけど、はい、やっぱりまあ、あえて逆の質問をするとすると、やっぱ AJ やっぱスター性があるわけで、AJ がいいゴールを決めるとチームは乗るけど、試合の終盤で AJ がやっぱりミスしてしまうと、相手チームが乗ってしまうっていうところもあるのかなと思うんですけど、その辺ってどうなんですかね。まずミスという言葉が当たるかどうかですね。うんうん。まあ、シュートミスっていうことなのかな、落ちたということです、うん。落ちた。ちょっとだけ言うとですね、やっぱり彼は点数を取りたい気持ちはあるし、責任感があるので、まあ、タイルもボールを持つタイプなんですよ。うん、あのベテランがそういう中で仕事をするタイプなんですね。カレロさんの言うチームでボールをシェアしてスペーシングを取ってそれぞれがプレイングタイムシェアしてやるって中と、この AJ のボールを抱えて責任感で点数を取る、ここのバランスがすごく大事なんですよ、うんうんうん、あのゲームに関して言えばカレロはそれが分かった上で AJ に託した、うん、はい、ヘッドコーチと AJ との間のこれからまた進化があるでしょう、うん、この中で解決するし、他の選手はもしかしたら俺に混ぜても AJ の存在感それを超えてるわけですね、うん、だからこれからあの関係は彼らの目指すバスケット AJ の子としての素晴らしさとチームの中のパーツになる、うん、この使い分けが見どころの一つだと思います。確かにね、まあ、そんな風に解釈していただいて、うん、だからあの試合は見事にしのいだ、これが実力だと思いますよ。そうですね、うん、では残り時間が短くなってきた時に、まあ、ティムと、藤本選手とハンドラー、ハンドが入ってたかな、誰かが運び出しましたよね、うん、これはですよね、うん、ハンドラー3人でボール運びをするっていういいハンドラーを入れたっていうことを言ってましたね。でもまさに腑に落ちますよね、うん、あの彼ら AJ、 これがやっぱり今年の見どころであることは間違いない、うん、続けていいですか。どうぞどうぞ。となるとあのシェアの部分、シェアはこれから伸びるでしょうけれども、うん、あそこにおそらくどっちかは終わりだと思うんですが、うんうん、AJ とつながるラインを作れる、それはプレーもそうですが心ですね、うん、そういうビッグマンが来ると、うん、かなりチーム力は安定すると思いますね。
そういうことですね。多分終わりだと思ってます。はい。頑張ります。はい、まあ、ここですね。うん、だから、まあ、今、3つの、まあ、今から来るビッグバン。うん、なんといっても AJ。うん、タレロヘッドコーチのコーチ力。この後にもつながる。まずこれが軸ですよね。うんうん、